小原流草加オンライン特別講習会金色の花咲く甲骨を6月30日から7月13日まで配信します。宮原先生には熊本県の甲骨の産地に行っていただきました。先生いかがでしたでしょうか。はい、甲骨の出生がよく分かってよく勉強になりました。私は京都の産地へ行ってまいりました。産地の圃場で見た甲骨の生態などを交えて解説していきます。甲骨というと生け花でしか使わない地味な花という印象がありますが、先生甲骨の魅力について教えてください。小原流では、様式がありまして、この時期だけの、株差しというものがありますので、好きなお花の一つです。初夏から夏の盛り、そして秋に色づく実まで、甲骨の魅力というのはさまざまなところに詰まっていると思います。そのあたりの魅力を産地でのレポートも踏まえてお送りしますので、ぜひご覧ください。